おかえりなさい俺が初めて狼様のお社を修繕してから長い時が経過した時代も世情も変わり年号も変わった日本も日本人も変わったと言われるしかし俺を取り巻く世界はそれほど大きく変わってはいない昔からの 気持ちの良い仲間家族そして見守ってくださる人物俺の生活は仕事を中心に穏やかに過ぎていった一度縁を得て書体を持ちかけたが諸事情により断念したしかしその時にも心の中にはあの方がおり乱れることはなかった いやだからこそ断念したのかもしれない。今だからそう思えるだけなのかもしれないが、俺は隠居した親方の後を継ぎ、宮大工の棟梁となることができた。さまざまな神仏、さまざまな神職、住職の方々、さまざまな弟子たちと出会い、別れてきた。そして今も 転職として毎日を忙しく過ごしている俺が独り身なのを心配してさまざまな方から縁談を持ち込んでいただいたが仕事の多忙さを理由にして断り続けてきた自分でも寂しいと思うことは多かったが自分は神仏に準じればよいと独身を通したあの時までは。 親方が隠居を決めた年の翌正月親族や演者を集めて引退の宴が開かれたといっても親方がお世話になった人への感謝の気持ちを込めてお礼のために行うもので親方が祝ってもらうという趣旨ではないいかにも親方らしいと俺も皆も思い俺たちは 全力で手伝いをした女将さんの実家の伊勢からもご両親が見え非常に大きな宴となった宴会中は招いた方全てに宴会場である旅館の部屋へ泊まっていただくのだが親しい親族や遠方から来られる方の中には宴会期間外に数日滞在する方もいるそのため 年明け前にそういった方のためのお部屋をおかみさんと一緒に手配していたときのことおかみさんの実家から来られるご両親と一緒の部屋に泊まる予定になっている家族がいるどこかで見たようなその「榊」という名字に俺が首をかしげているとおかみさんが教えてくれた「まるその榊さんご家族を覚えているかい 家族構成は父母そして娘住所は名古屋だどこかで聞き覚えのある名字なんですがほらかなり前だけどお前に懐いていて白血病で亡くなった娘さんがいたろうあ確かに引っ越し先は名古屋でしたね思い出した思い出したあの子が亡くなった翌年 ご両親は転勤によりこの地を去ったのだそうかあのあとまた娘さんが生まれたんですねよかったなでもなんでおかみさんのご両親と一緒のお部屋に泊まられるんですかうんいろいろあってねお前お伊勢さんに旅行に行った時のこと覚えているかいそう。 狼様カミさのお社が地滑った年末のことだあの時おかみさんは久しぶりに実家へと顔を出しご両親と仲直りをしたそして実家の前に捨てられていた女の子の処遇を手伝うために2ヶ月ぐらい実家へ残ったのだあの時実家じゃあのみ子の面倒は見られないし警察からは連絡ないし いっそうちで引き取っちまおうかと親方に相談しようと思ってたんだよそしたら偶然お伊勢参りに来た榊さんご夫妻とばったり会っちまって榊さんご夫婦がこれも何かの縁だと言ってねその女の子を引き取ることにしたんさお前にも話したはずだけどね確かに思い出した しかしあの頃の俺の頭は狼様で締められていてすっかり忘れていたのだしかし数日とはいえかわいらしい血のみ子の面倒を見ていた狼さんのご両親は情が移ってしまいそれからはちょくちょく榊さんと行き来するようになりその娘にとっては祖父母同然だという。 なるほどそれで同じ部屋ですか納得しましたうんだから大きめな部屋を用意してあげておくれねそして宴のための手配は全て終わり年が明けた俺は例によって除夜の髪を聞きながら狼様のお社へと向かった最近は忙しさにかまけて 半年に一遍ほどしか参っていないなあの少年にも最後に会ったのはもう何年も前になる「俺も年を取ったなぁ」と思いつつ舗装路となったお社への道を走り階段前の駐車スペースにたどり着いた「珍しく先客がいるようで車が一台止まっている。 中には中年の男女が乗っているようだ「もう参ったのかこれからなのか」「俺は階段を上がり鳥居へとたどり着いた松明の明かりの中お社の前に誰かがこちらを背を向けて立っていたヒューと風が鳴り粉雪が舞い散る」 松明に照らされて立っているその後ろ姿には長い黒髪が揺れている俺の心臓がドクンと波打つ早まる鼓動に促されるように俺は歩き出したすると俺に気づいたのかこちらを振り向いた涼しげな瞳端正な顔立ち長く つややかな黒髪そして松明の炎を映して鈍く輝く銀の髪飾り俺の記憶の中にあるあの懐かしい愛おしい姿がそこにあった「おお神様」俺は呆然とつぶやいた「おお神様」俺がつぶやいた瞬間 彼女はビクッと体を震わせた一瞬の後彼女の瞳から涙が溢れた〇〇様彼女の口から俺の中紡ぎ出される記憶の中のあの澄んだ鈴のような声で舞い散る雪の中どれほどの時間が経ったろう彼女が 困惑したように口を開いた「あれ私何で泣いているのあれ〇〇様ってあれ俺も混乱していた目の前に立つ少女は紛れもなく狼様だ顔立ち黒髪声色そして 金の髪飾り、何よりも俺の名前を呼んだではないかあなたは俺が口を開きかけた時突然階段の方から声がかかった「沙織どうしたんだ大丈夫か?」どうやら止まっていた車から男性が出てきたようだ。 お父さん、大丈夫。今行きます彼女は涙を拭くと俺の横をえしゃくしながら小走りに駆け去っていった車のドアが閉まる音が聞こえエンジン音が遠ざかっていく俺は呆然と立ち尽くす他がなかった突然聞こえてきた笛の音で我に返る。 おしろを振り返ると見事な月明かりの中親ろの屋根に誰かが座って笛を吹いている月明かりが逆光になりシルエットしか見えないが直感的にあの少年だと感じた美しく響く笛の音をしばらく聞いているとふと演奏が止まった「時来たれり」 ろうろうとした声が響く「もう一度見上げるとすでにその影は消えていた」「俺はお社にお酒を納め願いをかけた」「そしてきを返すと鳥居をくぐり階段を下り始めた」「結局そのまま眠れずにいたので少し早いが午前6時ごろに親方の家へ向かう」 集合時間は7時なので誰か弟子が来ているはずだ案の定俺が着く頃には弟子たちが半分集まっていた親方とおかみさんに新年の挨拶をし鏡割りをしたたるから酒を組む庭で炊いた日にあたりながら酒をちびちびやっているとおかみさんが声をかけてきたまる。〇〇 なんだか心ここにあらずって感じだねなんかあったのかいいいえ何でもないですもう少しでバスが迎えに来るから支度しないとですね言っている旗から迎えのバスが到着した自分の車から荷物を降ろし親方の荷物や祝いの品等をトランクに乗せてから乗車ものの10分で バスは会場の温泉旅館へと到着した荷物を下ろし宴会場の状態を確認する親方と女将さんは先に部屋に行ってくつろいでもらったほとんどの支度は旅館側でやってくれているし今日の宴会は午後3時からなのでとりあえず温泉に浸かって汗を流したこんな大規模な宴は なかなかないので弟,弟弟子たちもはしゃいでいるしかし俺は狼様のことが気にかかってはしゃぐ気にはなれなかった温泉から出て与えられた部屋に入る弟子たちは十畳ほどの部屋四つに分かれて宿泊だが俺は一応個室をいただいたとんでもないと自したのだがオさんが 「あんたは特別だよ」と取ってくれたんだ茶を入れまんじゅうを食べながらこれからの段取りを思案しているとノックする音がする「どうぞ」と答えると弟弟子の一人が入ってきた「彼はかつてお稲荷様の一件で取り憑かれて混沌した男だ今では腕を上げ俺の片腕となっている」 また数奇な縁で例のお稲荷様の神主さん宅へ入り婿した「兄さんちょっといいですか?」「ああどうしたまだ昼飯にゃあ早いだろう。いえそれが」先ほど温泉から出て旅館の中を歩いていると見覚えのある女性とすれ違ったというその後 ずっっと誰だだたたか考えていたのだが、ようやく思い出したと。俺がお狐様に取りつかれた時意識が戻る前に見た夢でお狐様を踏んづけていたミコさんそっくりなんです。ってことはそう狼様さまです。あの方にそっくりな女性とすれ違ったんです。 時来たり少年の声が俺の脳裏によみがえるこれはその時が奇跡の時が来たのかどうすればいい探しに行くかいや焦るまいもうこれは運命なのだと感じた。 宴が始まる少し前俺は会場の最終チェックをするために部屋を出た旅館の方に任せておけばよいとは思えど仕事柄最終的な確認は自分の目でしないと気が済まないのだ自分の貧乏性に苦笑しながら会場に向かう途中「まるさん」と背後から女性に呼び止められた 振り向くと上品な中年女性が立っているどこかで会ったことがある俺の記憶がささやくが名前と素性が出てこない俺が戸惑っていると女性が微笑しながら話し出した何年ぶりでしょう私もすっかりおばあさんになっちゃったから分かりませんよね ご無沙汰しておりますしおりの母です瞬間あどけない少女の笑顔がひらめく白血病に侵されながら精一杯息微生き笑みながら言ったあの少女「これはこちらこそご無沙汰しておりますお元気そうで何よりです」 溢れるるように戻ってくる記憶、懐かしさと悲しさにチクッと胸が少しいたんだまるさんは本当に変わられませんねあの頃のままい,いえ自分もすっかり年を取りましたもうすっかり中年ですよおかみさんからいろいろ伺っておりますが今はお幸せなんですね ええ、あの時のまるさんのお心遣いは忘れませんしおりが微笑みながら行けたのも皆なあなたとそしてオオカミ様のおかげですからしばらく二人は黙った俺はそしておそらく女性も少女のことを思い出していたはずだ 少しの後女性が口を開いたあ何かご用事だったんでしょう呼び止めてしまって申し訳ありませんとんでもないまた後ほど旦那様もご一緒にゆっくりお話をさせてください俺は一礼して厳びを返し宴会場へと向かった宴会場はきっちりとしつらえられており いつでも宴が始められる状態だ親方夫妻はすでに玄関で弟子たち数人とお客様を出迎えている俺が女将さんと少々打ち合わせをしていると例のお稲荷様の神主さんご家族が現れた「いやまるさんこの度はお招きいただいて」神主さんが 長期限で喋り出した。どうもすでに少々飲んでいるようだご無沙汰していますお元気そうですね俺の横に娘さんの優子さんが来たうちの宿録がご迷惑をおかけしていませんかまあ少しは顔を合わせてぷっと吹き出す 今ではすっかり兄弟のようになることができた何か手伝うことありませんかじゃあ玄関でご亭主と一緒に受付をお願いします料理飲み物座布団しっかりしつらえられているが結局もう一度確認する確かに手ぬかりないと納得して時計を見るともう3時直前だ そろそろ宴席が埋まりだしている俺は親方を呼ぶために宴会場を後にした俺はまだ到着していないお客様を迎えるため親方夫妻と交代して玄関に立つ本来なら親方が立つのが道理だが宴が始まるので一番弟子の俺が代理として恩返するのだ 玄関脇に立ちまだ到着していない方を名簿でチェックしていると弟子の一人が呼びに来ただがまだ数人来られていない方がいるからと弟子を返す女将さんが用意してくれた茶を吸っていると今度は優子さんが現れた始まったばかりなのに抜けてきちゃダメですよいえ うちのの人からの伝言です。狼様が宴会に来てるって私のところに飛んできて俺は手が離せないからとにかく兄さんに伝言してくれってそうですか俺は玄関を出て空を見上げたいつの間にか雪が降りて来始めていた早く来てくださいね ゆうこさんは会場へと戻っていった開始からすでに数十分は経過しているそろそろ出迎えを宿の方に任せて宴席に行っても失礼にはならないだろうと思うしかしなぜか宴席に行けないなぜだそう俺は怖いのだおそらく宴席に来ている 狼様はみそかにおやしろであったあの少女だろう彼女はオオカミ様に間違いない俺はすでに確信を持っているしかしあの時彼女は俺のことを覚えていなかったどのような形で狼様が現世に健在したのかは想像もできないが俺のことを覚えていないということが 衝撃だった「オオカミ様が俺のことを覚えていないという事実この状況を冷静に分析すれば彼女にとって俺は見知らぬ中年男性でしかないこの縁石で出会えたということは縁が全くないわけではないだろうが現実的にこれからの状況を考えると目の前が真っ暗になってくる。 こんなことならばあの頃のまま精神で触れ合えたままでいたほうがよかったのではないか生まれてからこんなに不安に絶望に苛まれたことはないほど俺は憔悴しきっていた○○〇〇様オオ狼様の声が聞こえるどうやら憔悴のあまり 幻聴まで聞こえてきたようだあの○○〇〇様幻聴ではないバッと振り返るとそこには狼様の姿があったすごい勢いで振り返った俺に驚いたようでピクッと身をかす彼女そこには溝かの世に出会ったそして 俺の記憶の中に住み続けている姿が、はっきりと用を取っていた。あなたは、俺がつぶやく。あ、はじめましてですよね。でも、大晦日に、狼様のお社でお会いしましたね。私は、榊木しおりと申します。深々と頭を下げる彼女。 艶や,やかな黒髪がさらりと流れる初めて会ったあの時のように昔○○丸々様に可愛がっていただいた姉しおりの妹ですと言っても私は養女ですし詩織姉様とは現世では会えなかったけれど彼女はとうとうと語り出した 店で捨てられていたことから現在に至るまでのことをでも私は捨てられたことに感謝してるんですそのおかげで父様や母様の子になれおじい様やおばあ様にも会えましたそれにしおり姉様にもまる様どうなさったんですか彼女が心配そうに、 俺の顔を覗き込む俺はいつの間にか涙を流していた嬉しさによって「いえ何でもありませんあなたが幸せな人生を歩んできたのが感じられて嬉しかったんです」。俺の答えに彼女はちょっと驚き頬を染めながらはにかんだようにうつむいた。 おやしろでお会いしたとき、なぜかすぐに、〇〇様ってわかったんです。あなたのことは、お父様やお母様、しおり姉様から聞いていたからかもしれませんが、それだけじゃなくて、なんていうのかな、パッとひらめいたんです。あなたが〇〇様だって。そこで、俺は気づいた。 しおり姉様さまから聞いたとはあごめんなさい変ですよねでも私よくしおり姉様さまの夢を見るんです何か悩んだり困ったりするとしおり姉様さまが夢に出てきて助けてくれるんですまるまる様のこともいつも聞いていましたしおり姉様さまは 様のお嫁さんにしてもらうんだって言ってましたでも沙織ちゃんになら○○様を譲ってもいいよって言うんですここまでいい彼女はハッとしたように顔を真っ赤に染めてごごめんなさい変なことを言ってあそういえば私○○様をお呼びするように言われてたんです親方のおじ様が 早っっってておししゃってました。さあ行きましょう彼女は俺の手を取ると会場へと歩き出したその手は華奢で心地よく冷たかった会場は相当な盛り上がりだった沙織と会場に入った俺はすぐに親方に呼ばれしばらくは親方とお客様の相手をすることになった そのうち、さんご夫妻も近くに来て思い出話になっていった沙織はちょっと離れたところで若い弟子たちと談笑していたが榊さんに呼ばれてこちらにやってきた思い出話が続く中俺は沙織がしている髪飾りについて尋ねてみた沙織は銀の髪飾りを2つ持っているのです 榊さんの奥様が答える一つは狼様の実家の玄関に沙織が置かれていった時最初から握りしめていましたもう一つは3歳の時にお伊勢さんにお参りに行った際奥の宮で不思議な少年が沙織にくれたんですその少年は新刊服を着た 冷老な美少年で沙織に近づいて握らせてくれたとご両親も全く不審には感じずありがたく受け取ったという今つけているのは3歳の時にもらったものです沙織は髪飾りを外すと俺に渡してくれたそれは間違いなく俺があの時 あの少年に預けたものだったこの髪飾りをくれた少年はどんな感じでしたか俺は髪飾りを沙織に返しながら聞いてみた私は小さかったのでよく覚えてないんですがなぜかとても懐かしい感じがしましたまるで言いよどんだ沙織の後を継ぎ 母上様が話し出したまるで沙織の血縁者のようでした顔立ちや雰囲気も似ていて後になってもしかしたら沙織の本当の兄ではと主人と話したものですしかしとても神々しく優しげな少年でしたのであの少年は神様の使いで 沙織は神様がしおりを転生させてくれたのだとその時は考えました再び沙織が話し出す「でも私はしおり姉様の生まれ変わりではなく妹でしたまる様には先ほどお話しましたが私の夢にはしおり姉様がよく出てきてくれて私をとても可愛がってくれました」 いつの間にか私の方が姉様よりもずっと年上になってしまったけれど親方もしおりのことを思い出したのか涙ぐんでいるしおりのことを覚えている弟子たちも集まってきてしんみりとした空気に包まれていた「最初に握りしめていた髪飾りは今持っていますか?」。 少しの間、静まっていた空気を破り、俺は沙織に聞いてみた。はい、ここにあります。随分と古いものみたいで、傷が多かったので、ペンダントにしたんです。沙織は白い村元からペンダントとなった髪飾りを取り出し、俺に渡してくれた。沙織の体温が残り、 ほのかに温かいそれを受け取った時心臓がドクンと脈打ったなぜ回してできたような擦れ傷と細かい傷が数多く残るそれはかつて俺が二度目に収めそして土砂に埋もれてしまったあの髪飾りだったその髪飾りどこかで見たことが。 いつの間にか俺の後ろに回り込んで覗いていたお客様がつぶやいた驚いて振り向くとそこには狼様のお社を管理している神主さんがいた「あ,あこれはまるさんが狼様に納めたものじゃないですか」その場にいた皆の視線が神飾りと俺に集中する。 本当なのか親方が絞り出すように問いかけてきたあはい確かに俺がかつて狼様に収めたものです間違いありませんええどういうことなんですか沙織が混乱しつつ聞いてきたいや 周りの全ての人々が混乱している俺と優子さんとその夫らを除いて沙織さんがオオカミ様だということですよらがぼそっと答える「ら<明>。俺が叱責するがらは構わず語り出した」 兄さんはオオカミ様を愛しオオカミ様も兄さんを愛した二人の愛の深さにアマテラスオオ様が心を動かされオオカミ様は人へサオリさんへと転生なさったんでしょうただ時間を超えることまではできなかっただからやめろアキラ親方が 静かにいさめるとさすがにらはそれ以上口を開けなかった宴の席はいつの間にか静まり返っていたさあお祝いの席が静まっちまったら仕方ないじゃないかパンパンと手をたたきながら女将さんが声を上げたそうそう皆さんさあ飲んで飲んで優子さんも 声を張り上げる。席を切ったように止まっていた時間が動き出した俺もアキラにコップを持たせビールをなみなみとつぎ込んだ俺には沙織がビールをついでくれアキラと俺は一気に喉の奥へと押し込んだ宴は深夜まで続き沙織とご両親若い弟子たちは 12時前に部屋へと引き上げたお客様が全て部屋に戻りそれを見届けてから親方夫妻も引き上げ最後に残ったのは俺そして昭と優子さんだった3人ともかなり酔ってはいるがなんとか理性はつなぎとめている優子さんのお酌で静かに日本酒を飲んでいるうち が口を開いたア兄さん沙織さんはオオカミ様ですよねああ多分な兄さんどうするんですか俺はオオカミ様、いや沙織に自分の気持ちを伝えるつもりはないと話をしたなぜですか が声を上げる。俺は年が離れすぎていること俺のことを覚えてないことを主な理由としてそうなると常識的には難しいだろうからと答えた育児なしそれまで黙っていた優子さんがうつむいたままぼそっとつぶやいた「怖いんでしょうあの方に拒否されるのが」 ッとせつずに寒いものが走る違ういつもの優子さんじゃない優子ラも何かを感じたらしい優子さんがスーッと顔を上げるその顔は優子さんのものではなかった目尻はギュッとつり上がり高い微量の下には厚めな赤い唇 そしてかすかに赤く光る瞳この刃物のように尖った美貌はお狐様。ねさまが息を呑む俺の背中にも冷たい汗が流れたお狐様の突然の発言に息を呑む俺たち優子さんが お狐様に疲れたのは何年ぶりだろうかもう10年以上前になるのだななどと脈打つ心臓とは裏腹に思考は妙に冷静に過去を思い出していたお久しぶりねまるさんそしてあなたも口の端を上げ微笑む彼女 ゾクリとするほど妖艶なのだが同時に冷たい旋律を覚える俺は頭を振りながら精神を統一し大きく息を吐いたなぜ出てこられたのですか俺が尋ねると同時にラがビクッと震える「ご挨拶ね久しぶりに会えたのに」 あの方に対しては弱気なのに私には随分ときつく当たるのねよみがえる甘く切なくそして少しだけ甘い記憶おきつねに疲れた優子さんを明らか抱きしめて沈めた夜あれ以来彼女が現れることがなかったのだがなぜ出てきたのかは分かっているでしょう あの時の私の言葉、忘れていないはずよねあなたたちなら確かに覚えている彼女は言った俺の心が変わったときまた会いに来ると覚えていますだけど俺の心は変わっちゃいない俺はオオカミだけを愛し続けている 彼女の微笑みがあざ笑うように変わったそうその答えがあの方を見守っていくってことなの自分の気持ちを伝えることなくふんとせせら笑う触れてはいけない時には抱きしめたくせに触れられるようになったら諦めるなんてあなたと結ばれるために恩みを人にまで落とした あの方が報われないわね報われないわねその言葉に俺は驚愕した俺と結ばれるためにその時ガタッと物音が聞こえた俺とラはビクッと驚き物音の下方を見るそこには が見覚えのある少女と手をつないで立っていた記憶の中から愛らしい姿がよみがえりその少女と重なった「あれはしおりしおりちゃん」俺がつぶやくしおりは俺の記憶の中にあるままの天使のような微笑みを見せすっと消えてしまった らが叫んだ驚いて振り返ると倒れ込んだ優子さんをらが抱き止めたところだったその顔はおきつね様のものではなくすでに優しげな優子さんのものに戻っている呆然と立ちすくむ沙織消えてしまった栞倒れ込んだまま 意識のない優子さん。あまりの急な展開に俺とアキラは混乱した俺は深呼吸をして優先順位を確認するまずは優子さんの状態だ昭昭優子さんはどうなっているとりあえず正常に息をし脈も大丈夫心臓も動いているほっと腕を撫で下ろしたが 万が一とということもある。サオリさん救急車をお願いします俺が沙織に向かって声をかけるとアキラが答えたい,いえ大丈夫ですせっかくの疑いの初日にそんな縁起の悪いことはできません俺が自分で病院に運びますバカ野郎お前も酒飲んでるだろうがそんなこと言ってる場合か 昭をにらみつける俺の横を沙織が通り過ぎ優子さんを抱く昭の前に座り込んだ沙織はらから優子さんを抱き受けると自分の白い額を優子さんの額に当てた数分の後沙織が頭を上げる「大丈夫です」 彼女はもう奥様の中にはおりません。悪気に取られる俺とアキラ、お部屋で横にさせてあげた方がよろしいでしょう。まるまる様、お手伝いしてあげてください。しかしアキラは一人で優子さんを抱き上げ、部屋に帰っていき、広間には俺とさおりが残された。 〇〇様少し散歩しませんか沙織が俺を見つめながら聞いてくるそして数分後俺と沙織は旅館の庭にある池のほとりをゆっくりと歩いていた空を見上げると見事な月が光っている沙織の歩みが止まる気配を感じ 俺は月明かりに照らされて白く浮かぶ沙織に目を向けた宴会から部屋に戻ってうとうとしていたら久しぶりにお姉様の夢を見たんですそして夢から覚めるとしおりがそのまま存在していたのだというしおりは微笑みながら沙織の手を取って 俺たちのいた宴会場へと導いたそしてお狐様が優子さんについているところに出くわしたと彼女の言葉を驚きながら聞いていたらお姉さまが私をトンとンしたんですそしたら私の中に爆発したように全てが戻って 「沙織は漆黒の瞳から宝石のように輝く涙をあふれさせた」「あなたと初めて会った時のことあなたに抱きしめられた時のこともう言葉になっていない俺の両目からも驚くほどの涙があふれてきていた」 両手を顔に当て泣き笑いのような表情をしている沙織「俺は両手を広げかろうじて声を絞り出した」「おかえりなさい」「沙織は俺の腕の中に飛び込んできた」そしてはっきりと答えた「ただいま帰りました」 抱きしめたその華奢な肉体はあの時と同じように熱かったどこからかかすかに流れてくる上の音を感じながら月明かりに照らされた二人の影は重なったままだった